どうも、てつです。当チャンネルは、初心者向けの香水サイトも運営している自分が、愛用していた香水、実際に使っていた香水の、レビュー動画を上げていくチャンネルです。初めての香水選びの際にも少しでも参考になるように、できるだけ難しい言葉は使わずに3分程度で、紹介していこうと思います。リーズナブルな香水が結構多いので、特に学生年代の方や初めて香水選ぶ方に参考になるかなと思います。今回紹介する愛用香水は、アクアシャボンのウォータリーシャンプーの香りという香水です。かなり定番の香水なんですけど、意外と知られていないのが、このボトルの中に小さいビー玉のようなものが入っていて、聞こえますかねっていう、結構意外と大きめのシャカシャカという音が鳴ります。容量の方は 80ml のボトルを購入しました。自分が購入したのはウォータリーシャンプーの香りなんですけど、これ以外にもアクアシャボンからは、数種類の、シャボン系のフレグランスが販売されていて、特に学生年代を中心に男女問わず高い人気を集めている定番の香水ですね。この人気の理由といえば、コスパの良さっていうのが、大きな理由と言えますね。この 80ml という、大きめの容量でありながら、2000円ちょっとで購入できるっていうのが、手頃な価格っていうのが、人気の理由だと思います。また値段は前後するので、概要欄の方から気になる方はチェックしてみてください。気になるアクアシャボンウォータリーシャンプーを実際に使ってみての香りの印象ですが、含まれている香料としては、シトラスやフローラル、ムスクなんか含まれているんですけど、自分が使ってみて感じた印象としては、一言で表すと、甘めのシャボン系。っていう印象が強いですね。同じシャボン系で言えば、以前紹介したレイルドサボンのセンシュアルタッチっていうのも系統で言えば同じシャボン系なんですけど、その香りと比べても、このウォータリーシャンプーは、かなりフルーティー系の甘い香りが特徴的ですね。イメージしやすい香りで言うと、ちょっと気持ち悪いかもしれないんですけど、体育が終わった後の女子たちの教室の香り、一度嗅いだらわかると思います。伝えたいのは、甘めの石鹸系の香りっていう感じですね。持続性は少し弱めですが、学校や会社で香水がバレたくないという方や、香水のきつい香りが苦手な方には、使いやすい香水かなと思いますね。気になるアクアシャボンウォータリーシャンプーの女子受けですが、かなりの人気香水ということからもわかると思いますが、女子受けは普通にいいですし、あとシャボン系の香りが臭いと感じる方はそもそも少数派だと思いますね。ただ使う側の自分からすると、結構無難な香りなので、個性がちょっと弱いかなと、個人的にはちょっと思ってしまうのが、少しマイナスなポイントかなとも思いますね。最後に使える季節ですが、シャボン系の香りなので、オールシーズン気軽に使えるかと思います。個人的にはどちらかというと、春夏向けの香水かなと思いますね。はい。それでは今回は以上です。皆さんの香水選びの少しでも参考になれば嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。